ウクライナとロシアの戦争終結最短ルートは来年春のプーチン辞任クォン・ギャチャン元中ウクライナ韓国大使が戦争が近く終わる可能性は高くないと予想したクォン元大使は21日に MBC のラジオ番組に出演し戦争が終わるにはウクライナが勝つか膠着状態が超長期化して両国が共に疲弊した状態でこそ可能だと予想した 彼はロシアが優勢になればウクライナは西側が支援を継続する限り最後まで戦うため終戦の可能性はむしろ低いと付け加えた彼が見るウクライナ戦争を最短期間で終わらせる最上のシナリオは冬が過ぎた来年春と夏の間にロシアの敗戦が確実になりプーチン大統領が辞任するシナリオだ ロシアの支配層から別のエリートがプーチン大統領に代わるものでこの戦争がロシアの未来に役立たないと判断すれば平和交渉に出る可能性があると説明したプーチン大統領が退かず戦争が戦況の大きな変動なく来年も膠着状態を維持する場合プーチン大統領の任期が満了する2024年を待たなければならないかもしれない。 2024年3月に行われるロシアの大統領選挙にはプーチン大統領が再選を狙って出馬する可能性が高いが落選することになれば同じように終戦の可能性が開かれるということだ経済的負担を抱えている西側をはじめとする国際社会は戦争が早期に終わることを望んでいる。 フォン元大使は米国政府は公式的にはウクライナ政府の決定を尊重するというがミリ米統合参謀議長はウクライナが優勢でロシアが弱い現時点が有利な立場で平和交渉ができる機会だと話している事実その言葉は米政権の本心を見せたものと説明したゼレンスキー大統領がアメリカを電撃訪問 米中間選挙の結果が背景にゼレンスキー大統領にとってロシアの侵攻以降初めての外国訪問となりますなぜこのタイミングでの訪米となったのか専門家はアメリカの中間選挙の結果が背景にあると指摘します一体どういうことなのか詳しく解説しますアメリカの支援は事前行為ではなく世界の安全保障と民主主義への投資 ゼレンン・ススキキーー大統領はアメリカの支援継続を訴えホランチアキキャスターロシアによるウクライナ侵攻からおよそ10ヶ月12月21日にウクライナのゼレンスキー大統領が初めて国を離れてアメリカのバイデン大統領と会談を行いましたここでバイデン大統領は2400億円18億5000万ドルを超える新たな軍事支援を表明 さらに地対空ミサイルシステムパトリオットを初めてウクライナに供与することになりましたパトリオットは明海大学の小谷哲夫教授によりますとアメリカが所有している防空ミサイルの中で最も能力が高いものの一つだということです巡航弾道ミサイルや航空機などの攻撃から防衛することが可能だということなんです そししてゼレンスキー大統領はアメリカ連邦議会でも演説を行いましたアメリカの支援は事前行為ではなく世界の安全保障と民主主義への投資なのです侵攻を今止めなければ他の同盟国も攻撃されるのは時間の問題ですというふうに話しアメリカによる支援継続の必要性というものを訴えました。 では、なぜこのタイミングでゼレンスキー大統領がアメリカを訪問したのかという点についてなんですがロシア・ウクライナの情勢に詳しい慶應義塾大学の広瀬陽子教授によるとロシア軍のインフラ攻撃でウクライナ各地で停電が続き寒くて悲惨なクリスマスになる世界に対してウクライナを忘れないでと訴える狙いがあるのではということでした。 現在ウクライナでは例えば首都キーウなどロシア軍のドローン攻撃によりインフラ施設が攻撃され電力不足に陥っているということなんですそんな中でも街中のクリスマスツリーは灯されているんですがどのように灯されているかというと自転車で発電を行ってライトアップをしているということなんです自由に電力が使えないということがこういったところからもわかります クリスマスについてキーウの市民はこのような悲しく暗い時の中でのささやかな喜びですねというふうに話す方がいる一方で混乱と痛みを感じていて祝う気分にはなれませんと話す人もいたようです中間選挙を受け2023年からアメリカ議会では下院がウクライナ支援に懐疑的な共和党が多数派に井上貴寛キャスター アメリカのバイデン大統領にとっても成果を上げたいという思惑があったんだろうと思いますが今回のこのアメリカ訪問によってよりウクライナ対ロシアではなくて国際社会対ロシアであるこの構図をより鮮明に見せる効果があったのかなというふうに感じたんですが小谷教授は今回のアメリカ訪問をどうご覧になりましたか。明海大学小谷哲夫教授 アメリカの議会員に関しては共和党が多数派になりますが共和党の議員の中にはウクライナに対する支援に懐疑的であったりあるいは表立って反対をしている議員が相当数います。 このタイミングでの訪米そして対面での議会での演説というのは今、ウクライナが戦っている戦争というのは決してウクライナが自らを守るためだけではなく世界で自由や民主主義が脅かされているというアピールを議会はもちろんですけれどもこれを聞いているアメリカ国民にもう一度訴えかけてそしてその支援の継続をお願いするということで行ったんだと思います。井上キャスター。 アメリカのみならず支援疲れということも報道されますのでそういったところの懸念もあってこのタイミングでゼレンスキー大統領は行動を起こしたということですか小谷教授今回はアメリカでしたけれどもやはりヨーロッパの中には支援疲れという傾向も見て取れるようになっていますしかしアメリカが支援を継続するのであれば 他のヨーロッパもさらに支援を継続しようという流れが作れますので、そういう意味でも今回アメリカ・ワシントンに行くという決断をゼレンスキー大統領がしたんだと思います。井上キャスター、最近停戦の動きというのもなかなか出てこないんですけど、これは今中途半端に停戦交渉をしたとしても、ロシアが時間稼ぎでただ軍を整えるだけだから、 今あまり停戦しても仕方ないという思惑とかがウクライナやゼレンスキー大統領側に働いているのでしょうか小谷教授ゼレンスキー大統領としては今の段階で仮に停戦したとしてもロシアがそれに本気だとは考えられませんので単に時間稼ぎさらなる進行を準備するだけだという判断でしょうからそういう意味でもアメリカに対して今停戦をするつもりはないと もっと武器の支援などをしてもらって今度は何としても軍事力でロシアをウクライナから追い出すそこまで助けてほしいということだと思いますロシア新型 ICBM サルマ島を近く実戦配備へアメリカも射程にホランキャスターウクライナの動きに対してロシアはどのような動きを見せているのかということなんですが 12月21日プーチン大統領は近々新型 icbm 大陸間弾道ミサイルのサルマトが初めて実戦配備されるというふうに話しましたサルマトは射程1万8000キロこれはアメリカ本土にも到達する距離だということですさらにサルマトには10個の核弾頭を搭載することが可能なので ウクライナそしてアメリカなどの動きを牽制しているのではないかというふうに見られています井上キャスターロシアによるウクライナへの侵攻がより長期化していくことが考えられますが萩谷弁護士はどんなことを感じていらっしゃいますか萩谷舞子弁護士ゼレンスキー大統領の訪米はアメリカ側から求められたものだという報道がありましたので アメリカとしてもこれまでのような支援を続けていくにはここまでしないとなかなか難しい状況になっているのかなと思いました小谷教授に伺います今はロシア軍が立て直しの時期になっていて2023年の1月末から2月にかけて大規模なロシアによる攻撃が始まるんじゃないかとウクライナ側では心配しているようですけれども今後アメリカの支援が継続した場合 それはウクライナの戦況が有利になっていくのかあるいはロシアがかなり盛り返す可能性があるのかその辺りをどういう見立てをしていらっしゃいますか。